ジオを飛び出して別の場所でディスコの窓をお届けしたいと思います。さあ4月になりましたけれども、皆さん花見はしましたか？私はね、花見できなかったんですけど、たくさんね歩きながら綺麗なお花を見て春をいっぱい感じました。そして花粉症なんでまだちょっと辛い感じなんですけれども、はい、今日はなんとこちらひまわり畑にてという映画をご紹介したいと思います。それではまずは早速予告編 VTR をご覧ください。どうぞ。日だまりを膝に抱いて一緒に雲を見上げたベンチに座れば今も隣にいるだろうか。敦子さんは笑っているかな。本当笑顔が素敵な人だって。今の感じならいけるかも。そういうこと。よかったね、あつか。お前はスリーのか。よかったら、ビリと生きていかないか。青空に向かって名前を呼んだらもしかしてあなたに届くかもしれない。綺麗。そう信じて山の菜の花も良かったけど、呼ぶからどうか俺のふるさとのひまわり畑も素敵でしょ。見たことある顔ちょこっとだけ発見できましたか。ということで私も、参加させていただきました。このひまわり畑にてという映画の、この監督安崎監督にお越しいただきました。それではお呼びしたいと思います。安崎監督、イエーイ。どうも、なんか初めまして、安崎です。よろしくお願いします。ありがとうございます。いい、座って。あ、どうぞ、はい。リスコの窓、はい、初めてなんでね。初めてリッチャーの番組はですかね。最初にあのこちらの主演やってる江口真さんの番組の方は出たんですけど、はい、あとそっちの関連で多分ですね、もう一個なんかチチャッター映ってるんですけど、はい、リッチャーと本格的にこうね、お迎えしてゲストというのは、はい、初めてなんです。私は2回目だと思うんです。あれはだって僕はチチャッター参加しただけじゃん。シダムのでしょ。あれはだから宣伝のためね。あ、そうですね。どっちかというとあの舞台の宣伝を前やった時に、はい、りっちゃんと窓で、インタビューだったんですね。はい、そういった、そうか、そういったみたいに2回目だね。そうなんですね、はい。私もあの舞台でお芝居の方で出させていただいたのが公演になりまして、今回、はい、安崎さんが監督ということで、はい、この撮られたひまわり畑にて初監督作品になるんですか。いや、映画というの、ですね、ショートムービーショートを撮ってるので、はい、ショートムービーをそれを撮ってるので、それを、まあ、除けば長編としては初めてです。そうですよね、はい、ショートムービーを撮られてたので、今回も私もショートムービーかと思ってたら超大作になった。そうなんですよ、どういうわけか、はい、気づいたら超大作になってたんですね。はい、何いけないのか、大作。いや素晴らしい作品だったと思うんですけれども、はい、ぜひね、このひまわり畑にての映画についていろいろお聞きしたいなと思うんですけれども、はい、まずこの
作品を浅木さんが撮ろうと思ったきっかけみたいなものっていうのは何だったんですか？きっかけですか、はい、きっかけはですね、この映画で主演をなさっている方の一人ですけども、江口真さんって言いますよね、はい、まあ、こういうネット番組だとオルバーと、はい、ロバーさんの番組で、ね、このアクターズ TV でもやってますけど、ね、ね、その江口真さんが故郷である福岡の柳川市というところで出身なんですけども、はい、そこでまずお芝居をやると、うん、はい、毎年ね、はい、舞台をね、やってますね。それの第一発目なのかどうか分かんないですけど、はい、その初期の段階で僕が、本を書いて、僕も出演させていただいたっていうのがありまして、それの時にですね、はい、実はこのひまわり畑にての原型の、お芝居をやったんですよ。ああ、元になるお芝居があったっていうことなんですね、はい、そのお芝居 を見に来てくれていたお客様の中に、うん、柳川市の市長さんの奥さんがいたんですよ。おー、はい、その奥さんが僕らに向かって感想としてね、スクリーンで見てみたいなって言ったんです。これ本当なんです。へえ、はい、で、それを少し頭の中に記憶に残ってた矢先に、この江口真さんから柳川市の駅が実はリニューアルすると、新しくなる、はい、で古き良きその駅がなくなってしまう、だからぜひ撮ってほしいと、なんか記録として、最初は本当に変身記録なんですよ、記録として残しておいてほしいなっていうぐらいの感覚だったんです。だからみんなが思うショートストーリーなんじゃないかなっていうのはそこなんですけどね。なるほど。ところが僕はどういうわけか、だったらちゃんと撮ろうかなって思っちゃったのがきっかけ。どん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 こう構想が膨らんでって、うん、それこそ対策、そうですね、自分でもじゃ予測してないぐらいな感じだったんですか？してないですね。してないというか、ある程度はこのぐらいの時間で撮れたらいいな、こういうふうになったらいいなって思って実は本書いたんですね、はい、だけど現実はですね、いろいろハプニングがありまして、はい、そのハプニングを利用して、はい、ここまで約1時間半ですかの映画になったんですよ。なんか偶然が重なって、はい、なったように思うけども必然だったっていうことですね。それはかっこいい言い方ですよね。必然な気がしてきました。今のお話の中にもあったんですけれども、はい、このひまわり畑にてという作品は、うん、福岡県は柳川市で撮られている、はいはい、本当にこの綺麗なひまわり畑、今予告編でも見ていただいたと思うんですけれども、はい、ひまわり畑も柳川にあるひまわり畑なんですか？はい、で僕がそのお芝居をやった時には実は有名じゃなかったんです。あ、地元の人も知らなかったんです。へえ、はい、あんなにすっごい綺麗なひまわり畑、はい、すごい広いですよね。だから多分僕がやった時のそのお芝居の時にみんなにこういうひまわり畑があるんだよって言っても地元の方および、うん、まあ、近隣の人もそうかもしれないですよ。多分知らなかったと思います。でも私も舞台の方で3、4回行かせていただいてるんですけれども、はい、誰も地元の方から来たことなかったです。でしょ、そういう観光地があるっていうことは、ね、1年に1回こう江口審査が行ってますよね。柳川っていうのも多分その辺を聞いたなとか匂ってきたのは多分僕らが撮影始めたあたりから、柳川市にそういうひまわり畑ってありますかっていうのを多分聞いてきたのが、最近なんじゃないかな。じゃあ地元の人も知る人ぞ知るスポットだったのが、今回のこの映画で。そうですね、っていうかね、その映画をやる前に、はい、結構その前の年あたりから話題になったらしいんですよ。あ、僕ら知らないじゃないですか、はい、知らないから、これ実は撮影を始めたのが実は2013年なんです。スタートは2013年の夏で、そこで撮ってしまおうと思ったわけです。そしたら行ったらですね、枯れてたんです。ひまわりだから時期がねありますよね。こっちは勝手な計算だって、はい行きますよって言ったら実は枯れててダメだったんです。そうすると、はい、じゃあチャンスは次の年になるっていうことですね。ということで1年間伸びるってことだよね。ね、ということはその1年間伸びたおかげでいろんなことが変わって、うん、その間にメジャーになっちゃったんですよ。あ、ここが、はい、じゃあ観光客の方も映画撮影中はいっぱい、すっごかったです。すごかった。だから大変でしたね。その辺はですね、まあその辺撮影表は、まあせっかくですから、はい、僕がじゃなくてせっかくあれなんで、はい、で後ほど役者のね出演した方がもう入れて、はい、その人たちに聞いた方が多分実感すると思います、はい、そうですね、はい、じゃあ後ほどお話を聞くということで、はい、最後にちょっと一言、まあ、監督からお聞きしたいんですけれども、はい、
この映画で、はい、浅木監督が皆さん見ていただく方にこう伝えたいこと、一番伝えたいこと、感じてほしいこと、見てほしい場面などなどありますか。そうですね、実はですね、柳川で全部撮ってるわけではなくて、これ結構東京だったり、地方の、まあ、群馬県とかいろいろ行ったんですよ、はい、でそういうもあるんですけども、とにかく僕が感じた柳川っていうのが、時の流れがゆっくりだなっていうのが僕の感想なんです、うん、柳川がいた時に、実は撮影中の時ももちろん時間のことは気にしますから、その時は確かに携帯電話なんで、ね、それを時間代わりして見たりはしますけども、その携帯電話をその必要以上に見なかった、いる間は本当に最初の新井さんの時もそうでしたけど、その時感じたことなんですけど、携帯を見ない、テレビを見ない、それがいいと思ったんですよ。へー、ずっと日朝から夜までが一日長いんだなって思えたんですね。それがいいなと思ったし、そこの人たちのあったかさみたいなのもあって、この映画は本当に人の温かさ、特に柳川市の人たちのあったかさに支えられてできた映画だと思うんですね。だからそれを感じてほしいし、あと東京で生きるっていうのも、僕ら今東京にいますから、東京にいるっていうのも意味があって、その意味がどういうことかと、そしてまたそれに対しての田舎って言われてる、ふるさとって言われてるものがどうなのか、はい、それのなんか比較的なものがあって、それを見る人がどう感じるかは、まあ、各種自由なんで、そうですね、はい、でプラスアルファ、もちろん某女優さんですが、銀行員役で出てます。その方がですね、なかなか、なかなかいい芝居をしてくれてですね、よかったですよね、銀行員、よかったんですよ、銀行員のね、ね、お友達役のね、女優さんね、よかった、大丈夫、大丈夫、大丈夫じゃない、大丈夫でした、多分ですね、うまくすれば、多分メイキング集っていうのが戻しにできるんでしょうけど、はい、そうなった場合はかなりその方がピックアップされてると思います。本編の方はですね、意外とちゃんと、意外とちゃんとっていうのはいけないか、ちゃんとやっていただいてます。すごく素敵な女優さんの一人だと思います。 ありがとうございます、それは新井律子のポジションか、某女優さんとしてください。ありがとうございます。まあね、超緊張してガチガチでね、映ってるところがちょっとだけあると思うんでね、そちらも楽しみに。いや、総評的にですね、はい、りっちゃんはりっちゃんでした。だそれがいい、りっちゃんの良さだと思うし、多分りっちゃんのファンは、おりっちゃん裏切らないなっていうんでいいんだと思うけど、まあ、ありがとうございます、うん、りっちゃんっぽく、逆に言うと俺もりっちゃんっぽくていいのかなそう、私は私らしくこの映画に参加させていただきました。そんなにまわり畑にて、はい、はい、本当にね、素敵な映画、はい、じゃあ後半戦は僕、はい、だけじゃちょっとね足らないんで、そうですね、で主演のお二人にも呼んでお話を伺いたいと思います、はい、予告編ができたということで、今回そうなんですよ、予告編もですね、はい、2バージョン、2バージョンあります。もう一バージョンあるっていうことなんですか。そうです、多分最初に見たのがショート、はい、ショートバージョンで、今度はじゃあちょっとね、はい、雰囲気を変えてたっぷりロングバージョンで、ロングバージョンで見てください、はい、柳川の、ね、ふるさとのゆっくり流れる時間をこの映画で、はい、この予告編でもちょっとだけ感じていただければと思います、はい、じゃあ監督一緒に V 出しを、どうする VTR、はい、どうぞ、はい、どうぞ、はい、それでは VTR、はい、どうぞ。また夏が来たんですね、うん、なんで来ないんだよ。毎年法事の後はここに来て一緒に母さんと話をするって約束したじゃないか。え？忙しい？そんなこと言わずに、母さんだってお前と話をするの。今手が離せないの。おい、ナミ、ナミ、今年は一人で来たよ。しかし今年もあたり一面ひまわりが綺麗だな。少し眠くなってきたな。
射病になってしまうと思って。ああ、すいません。ついうっかり。いつもは横で注意してくれる人がいるものね。ええー、そうなんですよ。いつもは娘が。なんで知ってるんですか。毎年見てるから。え、ああ、そうか。あなたも毎年このひまわり見に来てるんですか。両方。両方。そう、ひまわりとあなたたちを。今の感じならいけるかも。そういうこと。よかったね、いつか。お前はスリーのか。よかったら、この先、二人で、のんびりと生きていかないか。ふるさとのひまわり畑も素敵でしょ。ありますけどね。まあでもね、ひまわりが咲く頃ってのはね、はい、一番夏の暑い時期なんです。そうですよね。でも今回 の、 あの主演のこの役柄はですね、はい、喪服を着てるんですね。あ、ずっとずっと夏に喪服はね暑いですよ。そうですよね。一番熱を吸収する色ですからね。そうですね。でね、これもうひまわり畑がもう本当に広いの。はい、どこにもね、あのこう屋根がついてるとこないんです。そうですね。そうか、確かによく言ったらね、りっちゃんは見てないんですもんね。はい、このひまわり畑、この見てないんですよ、この生のひまわり畑。柳川は行ったんですけど、あ、私はほら信用金庫の前で、そうなんです、撮っただけなので別のロケーションだったんでここには行けなかったんですよ。惜しかったですね。ここ見て惜しかった、行きたい、本当にこれを見て本当ここに行きたいなと思いました。そのさっきも言いましたけど、真夏に撮ってるんですよ、うん、で、はい、本当に事件というんだったら、はい、一つありまして、はい、さっきも言ったように広くてなおかつ逃げ道がない場所で撮ってるんですけど、うんうん、屋根がないですよね。あの撮影はね、過酷で、実は過酷で、はい、朝5時から撮影開始なんですよ、はい、っていうことは自分たちの宿を朝4時ぐらいに出るんですよ。で、実は観光客の方がいっぱい
ぱい実はいらっしゃいまして、うん、朝8時ぐらいからもう人が来ちゃったんですね。撮影がもうだんだんできなくなってくる状況なので、朝8時まで3時間で毎日、朝だけがもうチャンス、はい、もう3時間営業、3時間営業で、本当にそれの3時間なのに、その朝5時6時で気温が38度と38度、はい、だからあのさりげなくぼーっと立っているあっちに横山くんっていうのがいるんですけど、ね、スタッフの人もね、はい、スタッフとしても出てるし役者としても出てるんですけど、役者としても出てらっしゃる、彼は今回のロケすぐ倒れましたね。どうでした、どうでした、やっぱり意識が遠のく感じですか。なんか気づいた時には監督の言ってることと真逆のことをやりだして、お前何やってんだよって怒られて、はい、初めてその時、あ、これって熱中症なんだなと、あ初の熱中症、はい、なりました。日頃から熱中症じゃん。日頃からではないです。日頃ただぼーっとしてたけど、あれぼーっとしてたけど、はるかちゃんは何かありました。私はですね、はい、いや、ひまわり畑についての秘話ってすごいたくさんあるんですけれど、うん、個人的な事件といえばっていうところで、痩せた、でもないし、痩せもしなかったです。そういう個人的な話じゃないですか。いや、まあそこら辺はいろいろあるんですけど、まあ、最初のシーンとラストのシーンと違うみたいな映画があるよ、よくありますよね。まあ、まだね、時間がないから、ね、まあおよそ、まあ、1年以上かけて撮ってるんで、そうですよね、体型維持についてはすごい気をつけてたんですけれど、うん、頑張ってどうしても防げないことっていうのがありまして、うん、性格それは防げない、変えられないです、うん、変えられ、変わらない、変わらない、ただあの撮影の約10日間の間に日に日に肌の色が濃くなっていくんですよ。そうだ、焼けちゃうんだ。で、あの女優は大変、この看板見ていただいて分かるように、こう皆さんが熱い熱い言ってる中、私は一人日傘をさせるポジションではあったんで、うん、他の人よりは日焼けしないはずなのに、もうどんどんなんか吸収していってね。いやいや、紫外線は強いからね。特にそうですよね。よくみんな勘違いしてますけど、白い服ほど実は日焼けするんです。そうですよね。これほんまに。そうそう、日や、あの日傘も白いのはね、通しちゃうからね。そうなんですよ。裏が銀色のやつ。片一方はね、レイ服の喪服着てて、こっちも黒だったらちょっとね。江口さんもやっぱりこう顔黒くなってますもんね。焼けてます、焼けてます。これ言ってるわけじゃないんだよ。言ってるわけじゃないですね。焼けて自然にみんなね、みんなどんどん黒くなっていくっていう。これまだ3日目とか4日目ぐらいですよね。そうですね、うん、それでもだいぶ黒くなってきてます。そもそもこのストーリーの中でお二人の関係っていうのはどういう関係かっていうのは、それを言っちゃうとね、それを言っちゃうとあれですか、このどんなお話かなっていうのを、ね、予告編でもなかなかそれを見せなかったのが今回の予告編の技なんですけど、うん、なるほど、じゃあそこは見てからのお楽しみ。そうですね、あでもね、言えるのは、うん、なぜ彼が喪服を着ているのかっていうのはこれの意味かもしれないですね。で、はい、そのあとそこに、ついてくるサブタイトルというか、まあね、言葉がありますよね、うん、その言葉が意味を語っているから、この映画の君は僕と出会って本当に幸せだったかい、発音かなり間違ってない。そう、本当正しい発音して、じゃあ江口さん正しい発音で、君は僕と出会って本当に幸せだったかい、ってな感じかな、はい、本気出しましたね。本気出し、さすが江口さん、はい、そうですね、江口さんがなぜね、喪服を着ているのか、はい、今回のキーポイントということで、そうですね、で、あとやっぱり彼女がなぜ白い服を着ているのかとか、あそれもちゃんと意味があるんです、意味があって、はい、そうなんですね、はい、素晴らしいロケーションの中で大変な撮影をしてきた、うんうんうん、そうですね、皆様と、まあでもまあちゃんとね、ちょっと映画のことも触れないとあれなんで、ちょっと僕の方から、はい、はい、お願いします。例えばですね、ひまわり畑にての今回その主人公である、うん、はい、はい、徳永正俊さん、正俊さん、はい、その方がいらっしゃるんですよ。その方の主役をやっているのが江口慎さん、さん、はい、で、彼女はまず謎の女性です。謎の女、謎の女性、はい、ですね、はい、で、その謎の女性は後にはこの見ていただくと分かる、見ていただくと、はい、なぜ謎なのかが分かるようになってます、うん、そして、こちらにいらっしゃいますりっちゃんは、その江口慎さんの正俊さんがよく行く飲み屋さんにいるお客さん、常連のお客さんの一人で、はい、またもう一人出てくる女性のとお友達でもあると、その中の銀行員役のがりっちゃんです、はい、
アル中じゃないアル中じゃない役です、ね、結構酒は強い役、はい、で彼はボートって彼は、はい、やっぱりその常連客の仲間の、はい、の一人の、まあ、彼は一応大工大工さんの、まあ、新人ですね新人大工、はい、新人大工の役で出てるということです、はいはい、で それが柳川市というところで、はい、この日常生活を送っているその中にこのひまわり畑にてというのひまわり畑というのがあるんですけども、そちらの方で起きる、まあそうですね、小さな小さなファンタジーかなっていう感じかな。福岡県は柳川市の、うん、正俊さんをまつわるこう地元の皆さんとの関わりの中で来てくる物語とか、そうですね、はい、地元のね方々もたくさん出演されていらっしゃる、まあ、もちろん本当にいろんな地元の方々が子供からね、はい、いろんなご協力をいただいて、そういう支えてますね、はい、もちろん江口さんが九州の、いやその柳川出身ですから、その江口さんのご同意ご、なんていうの、ご友人っていうか、うん、語学友と言った方がいいのかもしれない。語学友、語学友ですよ、間違いない。でそういう人たちも出てくれて、ご協力いただいて、本当にあとこの柳川市の、あの市、柳川市ね、はい、柳川市 その、まあ、市長さんをはじめ、そこの中にある観光課、観光課の、はい、での人たち、でその中にまた映画を撮るためのロケーションのための協力する、はい、その、なんていうんですかね、フィルムコミッションズっていうか、はい、やっぱりそれは全国各地にあるんですけども、はい、その中でもその柳川のフィルムコミッションズさんに今回はすごくお世話になって、多分僕らは東京では多分撮れないようなことがこちらではやらせてもらいたい。それは多分奇跡にそれも近いらしいんですよ、ね、普通じゃ考えられない、多分ダメだったと思います。だからこれは本当にあの見てくださった方しかわからないと思うんですけど、小さなことなんですけどできないようなことができたんです。その小さなことができたのが結構積み重なった作品ですね。なんかこう町ぐるみでもいろんな方々が協力してくださって、はい、この対策ができたということ、はい、佐々木さんこれはすごいですよ。気づいたらですね、はい、気づいたらですね、はい、あのその市長さんのある例えばそのニュースでね、よく地元のニュースがあるじゃないですか、はい、ある番組がこう撮ってたわけ、うん、NHK さんとか、うん、まあサバちゃんとかいっぱいあるんですけど、その各局を撮ってる時に謙虚な気持ちで最初は撮ってたんですけど、何かを持って動いちゃったんですね、僕の方がね、夢中になっちゃって、はい、そしたらですね、それ一回やったらその後もそういう人たちとまた偶然会うんですよ、お祭りのシーンとかで、はい、避けてくれるんですね。あ、そうなんですか、うん、なんで分かんないわかんないけど、なんでなんで何出したの、何出したの、目からビーム出したの、ほんとね、偶然この映画の中で出てきますけど、例えば春だったらやぶさめってあるじゃないですか、はい、馬乗ってパン、あーがやってると、偶然ロケ行った日にやってたんです、はいはい、これ偶然なんです。あ、偶然だったんですか、はい、この柳川のね、あのお祭りだとかいろんなね、はい、あのシーンが出てきますけど、親の指揮を取りたくて行ったんですけど、はい、その時に行った時に偶然駅にポスター貼ってあったんですよ。あ、やってるみたいな、はい、で 見たことないから、はい、これは貴重だな、行きたいな、じゃあ行きませんかって話して行ったんですよ、はい、であの江口さんはあの柳川市の観光大使でもあるんですよ。そうですよね、はい、観光大使ですから、一緒に行った時に、まあ、なんとかなるかなと、一緒に行けば、撮影許可って難しいですよ、許可って降りるの難しいですよ、でもとりあえず観光大使がついてりゃなんとかなるかなっていう勢いで行っちゃったの、はい、で行ったらそこに一番いいところにね、当たり前だけど市長がいたの、見てたので、江口さんと市長さんは当然観光大使のか、はい、あるから知ってて挨拶するじゃん、はい、で、そうするとさ、おいでよって言われるじゃん、うん、いいよいいよって、で、エグさんが行くじゃん、はい、いいかなと思って、後ろついてたんだ、そうすると、自然的に入れるじゃん、なんだそれ、これ、これ、エグチ効果、エグチさん効果、入ってった時に、ズンって言って、周りの多分ね、テレビ局の人ね、市長と喋ってたことによってね、この人たちは偉いんじゃないかなっていう効果が生まれたんだね、そしたらね、その人たちが、いいよ、こっち来ないよ、こっち来ないよ、こっちですね、一番いいとこだからっていうふうに勝手にね、うん、どん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 、あの向こうの撮影隊の中でも、もう浅木さんの顔がもう、こうね、いや、多分ね、行ったんじゃなくて、その、市長がいて、観光大使がいたところにこうくっついてた人間としてあ、もうセットみたいな、この関係は、こいつら市長と知り合いだなみたいな、うん、だから、
ね、ちょっとちゃんと待遇よくしようみたいな。市長ありがとうございます。ありがとうございます。市長ありがとうございます。一番いいポイント、いい市長ありがとうございます。ね、本当に映画の中に出てきますけどね、そのヤバサメ、うん、やってるとこね、本当ベストポジションなんです。そうなんですか。本当にこれはね、よく撮れたなと思う。ここが三日監督の見どころ。ヤブサメ、ヤブサメ、ヤブサメ。あと何でしたっけ、おにぎりとか、おにぎりとか、あと白秋祭とか、いろいろね。まあ、白秋祭ちょっと撮れなかったですよ。あ、白秋祭なかったですよね。いや、撮れなかった。白秋祭ちょっとね、撮れなかった。あ、じゃあそこは。いろいろですよね、このひまわり畑だけじゃなく、はい、なんかあの四季折々の景色が見れるということで、ね、観光スポット。でもこれがきっかけでね、柳川市もまた観光地として、はい、ね、そうね、いろんな人に知っていただけると嬉しいですよね、観光大使。そう、またね、新しい柳川駅もできましたんで。あ、もう完成したんですか。完成しました。そうなんですね。でも良かったですね、これでね、最後の懐かしい旧柳川駅を映像に残せたっていうのは、国営でもほんの数秒ですけど、あの西鉄柳川駅っていうのは映ってると思うんですよ、国営。それはもう一回ね、見てください。もう二度と本物には出会えない。そうですね、うん、思い出のね、はい、景色がここには原点ですからね。そうですよね、はい、エグちゃんのその一言が、はい、またね、市長の奥様のその一言がこういった一作品になりまして、はい、私たちも参加です。そうです。最後に、はい、あ、僕のが急に言っちゃう。どうぞ、仕切ってください。あの、はい、せっかくこうやってね、あの予告編もできましたし、はい、せっかくこの番組にリッちゃん出させていただいたので、はい、多分リッちゃんも知らないぐらいの、皆さんもここに出て知らないと思うんですけど、サプライズという、実はですね、6月の中旬からですね、九州の方で本当にこれ上映になります。お、決まりました。上映というのは6月の、はい、12、13で、まず筑豊ですね、うん、あの方で、あの九州芸文館でよろしいですかね、そちらの方でやることになりました。その後、6月の19、20、21と柳川市の水の里ホールにて、上映します。そしてですね、はい、今ここは東京ですよね。ここは東京で、ということで東京はですね、北区にあります王子駅にが最寄りかな、王子駅の目の前にあるんですけど、あの北トピアという、場所がございます。北トピア、北トピアですか。あ、北トピア、はい、北トピア、北トピア、そちらの、プラネタリウムホールっていうのがあるんですけども、そこで、上映しようという、それがですね、7月の3、4、お、東京でも10、11と10、11と、はい、やる予定でございます、うん、でーす、はい、上映会決定、すごいですね、皆さんと東京でもこの映画を見ていただける機会があるということで、はい、またね、それぞれ皆さんのブログや中でも、私のブログとかでも告知をさせていただきたいと思います、はい、ぜひぜひこの映画を見に足を運んでいただければと思います。うん、はい、はい、まあ、映画としてはこのものでよろしいですかね。はい、なんか、ね、最後ほら最後になんか一言ずつちょっと告知とかなんか宣伝とかあれば、告知とかあれば、ああ、じゃあ告知とか、私、はい、江口真の方から、はい、江口さん、甘えさせていただいて、ね、はい、もう来週ですね。来週ですね、4月の16日から19日まで。あ、これで4月19日に放送の。あ、19日ですか。あ、最終日。最終日間に合うかな、夜の、はい、あ、そうか、さ、このオンエア日はそうか、19日か。ちょっと、はい、17時からの回が。17時からの回が。見たあとすぐ、池袋。ダッシュへ。池袋シアターグリーン、ボックインボックス、ね、シアターでやります。東京マルガンさんのナースより愛を込めてという作品なんですが、もういつもですね、ここ私ファンでもあったんですが、とうとうこの機会お声をかけていただいて出演させていただく運びになりました。はい、東京マルガンさん以前、うん、あの、ね、ビスコの窓にも出ていただきまして、それであと役者チームこの2人出てる、はい、確か。そうそうそう。はい、以前2人とも出てるんですね。はい、まあ、はい、どうか一つよろしくお願いします。私も今見に行きました。よろしくお願いします。あの本営アビラ見に行ってますね。あ、よかったです。すごいね。これすごいね。本当に本当に行ってたな。最後の1回でお見逃しなく。はい、ぜひぜひね、こちら江口さんの出演される舞台ご覧ください。なんかありますか。そうですね、ちょうど私の方舞台が一つ終わっちゃったところなんですが、はい、あの、ま、細々とブログをやっておりまして、はい、あの春メモで検索してみてください。ゆるい感じにブログ更新しております。春メモ、春メモです。
ひらがな、はい、あのカタカナで4文字春メモで も出ますし、尾形遥かで検索しても出てくるかなと思います。検索で思い出しました。僕も最後、あ、最後一つだけありました。ホームページ、あ、はい、あ、2つありました。はい、どうぞ。ひまわり畑を忘れた、もう、まあ、詳しい詳細およびはですね、予告編とかはですね、あの、あ、柳川市の、ね、その柳川市の方の観光課の方でも、あの、予告編を見られます。あと、もちろんあの公式ホームページがありまして、ひまわり畑2点のありますので、そちらの方からも見れると思いますの で、 そうですね、本ぜひ見てください。それとですね、あのもう一つ、あのこちらの映画のですね、キーワードでもあります、あの主題歌っていうのかな、そういう歌っていらっしゃる、多分予告編でも流れてると思うんですけども、相葉純さんという、シンガーソングライターの方が歌っている青空というのが今回の、メインの曲になりますので、そちらの方もですね、YouTube とかそういうのでちょっと気にしてみてくれたら嬉しいかなと思いますので、よろしくお願いします。本当にね、素敵なお歌、音楽が、ねね、ラストにいいマッチして、すごい素晴らしい歌だった。予告編で流れていた曲ですので、はい、まあ、予告編を見ながらも、はい、見てもらえるかなと思います。ね、あの本当にあのお年寄りっていうんじゃないですけど、あの年配の方が見るとすごく泣ける映画みたいですね。この間あのその関係試写会みたいなのであった時に、あの意外とね、男の方が泣くんだよね、これ不思議なんですけど、わ、まあ、女性が泣かないとかそういうわけないんですけど、意外とやっぱりあの男性の方が見るとなんか泣けるというのがあって、不思議な現象だったと思います。まあ、もちろん女性の方もすごく感動してくれて、意外とだから意外となんかほっこりしてるような、でも泣けるようなっていうのが正しい映画なんじゃないかと思います。ぜひぜひ見てください。それで景色の素晴らしい柳川市というところの、世界観を味わっていただけたらと思います。はい、はい、ありがとうございます。ヨコチに喋ってたんで僕あの全然できるようなことがないんで、今の綺麗な締め方だったのにヨコチが、ヨコチが、そこで俺が締めようかなと思った瞬間にこういうファッて言うようになって、なるほど、そういうことなんですね。そう、はい、じゃあ見てくださいって、ぜひお願いいたします。じゃあ本当に最後にしたくて割り込んでみました。いいよ、いいよ。どんどん来て。このひまわり畑にて撮り始めてからもう約実にほぼ2年ぐらいになるんですけれども、はい、本当に本当に皆様お待たせいたしました。そうですね。完成しました。年を取りました。年を取っちゃいましたね。それももう本当ですよね。やっと完成したということで。そうですね。はい。満を持して。お約束してからだともう確実に2年は超えますよね。皆さん出てくださいって頼み込んでからもう2年は経って。そうですね。初顔合わせをしてから。そうですよね。2年経って。本当にね。いや、それ映画って本当に、大変なんだなって。思った。いつも舞台はね、まあ、1ヶ月とか1ヶ月半とかかけてこう本番を迎えるじゃないですか。でも映画っていうのはワンシーン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 を撮って、さらにそれを、まあ、監督がねこうつなぎ合わせて一つの作品になるっていう、私は一つのシーンを 何回か何シーンかだけ出させていただいてるんですけども、それがもっといっぱいあって、それがこの作品になってるっていうのがすごいなって思いました。映画って不思議だよね。自分でやってるけど不思議だよね。本当すごいなって思ったので、ぜひぜひ本当にこの映画見ていただきたいなと思います、はい、ということで、じゃあぜひ各地方でね、はい、まあ、九州は九州のかでぜひ告知をしますので、そちらの方でまた見てください。そして東京はですね、本当に北区だけだと思います、はい、今のところそれ以上まだちょっとスケジュールはっきりしてないんですけど、今決まってるのは本当にホクトピアさん、王子駅のところにありますホクトピアさんで、やりますので、ぜひ150人ぐらいのところを100人で限定で1回100人限定という席ですけども、8回、やる機会が上映する機会があります、ぜひ見てください。そしてその場所も一風変わっててプラネタリウムを普段見るようなところなんですよ。だからちょっとまっすぐこうものを見ないようにして、ちょっと曲線っぽいんですけど変わった世界ですけど、でもこの映画にとっては素敵な空間の場所です。僕はそこが気に入ってぜひということで、頼み込みましたので、ぜひそちらの方で、はい、見てください。
ください。ぜひ見てください。ひまわり畑にてと検索していただければ公式ホームページがありますので、上映会などの情報そちらでご確認いただければと思います。はい、はい、それでは今日は本当にありがとうございました。はい、最後は、はい、いつもの通りリツコの窓いつもねなってる窓リツコの窓またねでお別れしたいと思います。はい、はい、それでは。はいね、ひまわり畑にて、はい、出演者の皆さん、監督、はい、ありがとうございました。はい、それでは、リツコの窓、またね、映画、見てね、ぜひお願いします。日だまりを膝に抱いて